皆さんこんにちは。不動産コンサルタントの藤原でございます。前回はですね、相続人の中で第一優先になる相続人というお話をしましたね。で、第一優先の相続人誰だったでしょうか。第一優先は子供、そして同じく同率第一順位は配偶者、そのようなお話をしましたね。で、ところがですね、相続の、本、一般的に売られている相続に関する本というのを見ますとですね、この説明っていうのが順位が逆転しているケースが多いんですね。例えば、こういった家族構成を考えてください。父がいて、母がいて、兄がいて、私がいて、妹がいる。で、父は当然ながらその両親である私から見れば祖父がいて祖母がいる。これは当たり前の家族構成ですよね。で、こういうようなケースの中で仮にじゃあ父が他界しましたというふうになった時に、大体 の書籍を見ますとですね、配偶者が常に相続人である、そしてその次に子供がいる場合は子供は、配偶者と同率の第一順位の相続人であるというような表記されているケースが多いんですね。で、それはそれで間違いじゃないというか、それはそれで正しいんですけれども、ことその、相続人というのを検証していくにあたっては、これを順番を逆に覚えた方がですね、分かりやすいので、私はそのようにクライアントには説明しております。父が亡くなった場合に子供群ですね、子供群は常に第一順位の相続人、これは間違いないんですね。それと父に配偶者がいる場合、父に配偶者がいる場合は配偶者もこと同率の第一順位の相続人、こういうふうにまず覚えていただいた方がいいと思います。で、なぜならというと、今日の説明はですね、今日の講義はここから先が重要になってくるんですけれども、そのじゃあどちらかがいなかった場合、その財産分けというのはどういうふうに変わってくるのかっていうのを考えていきますとですね、そのように考えた方がいいということなんですね。で、まず同じ子供群も第一順位だし、配偶者も同じように第一順位なのにもかかわらずですね、財産分けというのはこれ変わってくるんですね。で、まず、もう父が亡くなった段階でもう母はもうすでにいないと、母はすでに他界、つまり第一順位の相続人のうち配偶者がいなくて子供だけしかいないというケースの場合、この場合というのは父が亡くなった場合、全財産というのは子供のみに相続されます。父の財産は子供に相続されて、他の親族が出てくる余地はないということになるんですね。ですから、前の講義にも説明した通り、相続の考え方というのは父から子へ、子から孫へ、どんどんその直系の次世代に渡していくというのが民法の考え方、これが基本になっておりますから、父が亡くなった場合、すでに母がいない場合は全財産は子供に相続されると、これはもうそういうふうに決まってるんですね。おじいちゃんおばあちゃんが出てくる余地はないんです。ところがですね、これが逆の場合、子供はいないと、今子供がいない夫婦って多いですよね。で、子供がいなくて、相続人として登場するのは母だけですと、子供はいません、それで、父が亡くなった場合、第一順位の相続人の中で子供はいないというケースですね。子供がいない、それで、配偶者のみがいると、こういうケースはですね、じゃあ全財産は配偶者に行くのかというと、これがですね、面白いことにおじいちゃんおばあちゃんが登場してくるんですね。繰り返しますね。父が亡くなった時点で子供がいる場合、そして配偶者がいない場合、同じ第一優先でありながら子供のみがいる場合というのは、全財産は子供のみに相続されます。ところが、
じゃあ同じ第一順位の相続人の中で配偶者のみしかいない場合、配偶者のみしかいない場合というのは、父が亡くなった時点での相続人というのは、このケースで言えば母と祖母と祖父になってくると、こういうふうに違ってくるんですね。ですから、子供が常に第一優先、子供は常に第一優先の相続人で、配偶者も、まあ、第一優先なんだけれども、その家族構成によって配偶者はおじいちゃんおばあちゃんと共同相続をしていくということになる点が大きく違ってまいりますので、今日はその部分をお勉強していただければと思います。では次回をお楽しみにしてください。ありがとうございました。